ああ、なんでこんなことになっちゃったかな。ついてなさすぎ。ブツブツ言ってる時間はない。行くぞ、闇の鏡よ。僕たちをドワーフ鉱山へ導きたまえ。ドワーフ鉱山、一昔前は魔法石の採掘で栄えたらしいが。なんか出そうなんだぞ。あ、奥の方に家がある。話聞きに行ってみようぜ。こんばんは。って、空き家か。荒れ放題だ。顔に蜘蛛の巣が。なんか机とか椅子とか全部小さくね？子供用かな。1、2、3、7人。おお！ドワーフ鉱山が栄えていた頃はさぞ賑やかな家だったんだろうな。ここでこうしててもしゃあない。魔法石があるとすれば炭鉱の中だよね。とりあえず行ってみようぜ。中に入るのか？ビビってんのかよ、ダッセー。なな、ビビってなんかあんねえんだぞ。俺様が隊長だ。お前らついてくるんだぞ。待て。んだよ。何かいる。10年ぶりのお客様だ。ゆっくりしていきなよ。永遠にね。ここもゴーストがうろうろしてんのかよ。いちいち構ってたらキリがない。先を急ぐぞ。偉そうに命令しないでほしいんだけど、だいたいお前があんなバカな真似しなきゃこんなことになんなかったのに。元はといえばお前が掃除をサボったのが原因だろう。それを言ったら最初にハートの女王の像を燃やしたのはそこの毛玉だぜ。ふな、お前が俺様をバカにしたから悪いんだぞ。お前たち今の状況が分かってるのか。朝までに魔法石を持って帰れなければ僕たちは退学なんだぞ。だからさっきからいちいち仕切んなよ。ムカつくな。この声は…なんか、だんだん近づいて…で、出たー。なんだあのヤバいの。ブナー、あんなのいるなんて聞いてねえんだぞ。早逃げろ。めっちゃえぐい。でもあいつ石がどうとか言ってなかった。え、落とすな。やっぱりここに魔法石はまだあるんだ。無理無理、いくら俺様が天才でもあんなのに勝てっこねえんだぞ。だが魔法石を持ち帰れなければ退学。僕は行く。冗談でしょ。俺は絶対に退学させられるわけにはいかないんだ。ノーコン真面目くんは引っ込んでな。俺が仕留める。はあ！あやー！こっちに来るな！
全然聞かねえんだぞ。あいつの後ろ、坑道の奥でなんか光って、あの光は魔法石。おいお前、ひとまず逃げるんだぞ。このままじゃ全員やられちまう。ここまで来れば大丈夫か。なんだったんだよさっきの。あんなのいるなんて聞いてねえって。ただのゴーストではなさそうだったな。もう諦めて帰ろうよ。あんなんと戦うくらいなら退学でいいじゃん。もう、っ叫んだ。退学になるくらいだったら死んだ方がマシだ。魔法石が目の前にあるのに諦めて帰れるかよ。俺より魔法下手くそなくせに何言ってんだが、行くなら勝手に一人で行けよ。俺はやめた。ああそうかよ。なら腰抜け野郎はそこでガタガタ震えてろ。はあ、腰抜け、誰に向かって言ってんの。なあデュース、お前なんかキャラ変わってる気がするんだぞ。悪い、少し取り乱した。先ほど学園長が言っていた通り、魔法は万能ではない。強くイメージできなければ魔法は具現化しないんだ。大掛かりな魔法や複雑な魔法の使用には訓練がいる。だから魔法学校があるんだけどね。パッと思い浮かべた通りに魔法を使うにはかなり練習が必要ってわけ。ぶっちゃけテンパってるとミスりやすい。得意な魔法なら感覚で使えるんだけどね。とにかく僕は何とかしてあいつを倒して魔法石を持ち帰る。だからお前さ、シャンデリアの時といい実は相当バカでしょ。さっき全然歯が立たなかったくせに何とかって、何何度やったって同じだろ。なんだと、お前こそ。また始まったんだぞ。いきなりでけえ声出してどうしたんだぞ。この突っ走り真面目くんと、やだね、絶対やだ。突っ走り、俺だってごめんだ。作戦？それってみんなで仲良く協力しろってこと？何それ寒っ。よくそんなダッセーこと真顔で言えんね。同感だ。こいつと協力なんかできるわけない。でも入学初日で退学ってもっとダッセー気がするのだ。それは分かったよ。やればいいんでしょ、やれば。でどんな作戦？なあ、本当にその作戦うまくいくのかよ。いや、不安なんだぞ。固くなりすぎ、気楽に行こうぜ。じゃ、パパッとやりますか。化け物、こっちなんだぞ。Yeah.
あんなパンチ当たったらひとたまりもねえんだぞ。だいぶ洞窟から離したんだぞ。オッケー、任せ。行くぜ、特大トップ。なんだ、グリム様ファイヤースペシャル。ふんなどうよ、グリムのしょぼい炎も俺が風で煽ってやればバーナー並みの火力だぜ。しょぼくね、本当にお前一言多くてムカつくんだぞ。落ち着け、よく狙うんだ。俺が知る中で一番大きく重たい。いでよ、大釜。やった、うまくいったんだぞ。おい見てみろ、化け物がさっきのエースみたいに大釜に押しつぶされてぺったんこになってるんだぞ。さっきの俺みたいってのは余計だっつの。ったく、今日はマジいいとこなしじゃん。あいつが足止めを食らってるうちに魔法石を取りに行くぞ。あったぞ、魔法石だ。やっば、あいつもう重しを押しのけそうじゃん。バイデュース、もっとなんか乗せるんだぞ。重たいもの、入れよ、大釜。あとは、大釜。それから、大釜。お前、大釜以外に召喚レパートリーないわけ？うるせえな、テンパってんだよ俺だって。魔法石はゲットした、つらかるんだぞ。了解。嘘だろ、あんだけの重しを全部押しのけて追っかけてきた。くそ、このままじゃ追いつかれる。ちびんじゃねえぞ、真面目くん。お前こそ俺様の真の力見せてやるんだぞ。やった、勝った、俺様たちが勝ったんだぞ。よっしゃ、勝利のハイタッチなんだぞ。イエーイ。違う、別にこれはそういうんじゃない。そう、変なこと言わないでくんない。俺様が大天才だから勝てたんだぞ。力を合わせたから勝てたわけじゃねえんだぞ。って言い訳すんのもダサいか。悔しいけどお前の作戦勝ちかな。ああ、
お前が落ち着いて指示を出してくれたから、こうして魔法石を手に入れられた。これで退学させられずに済む。本当に良かった。はいはい、よかったよかった。マジくったくたのボロボロ。早く帰ろうぜ。いっぱい魔法を使ったら腹が減ったんだぞ。ん？これなんだ？さっきの化け物の残骸か。魔法石？いや、でもこんな石炭のように真っ黒な石は見たことがない。くんくん、なんだかこれすげえいい匂いがするんだぞ。嘘だ。あいつが隠し持ってたアメちゃんかもしれねえんだぞ。我慢できない。いただきます。あっ、おい大丈夫か。ああ、そんなもん拾い食いするから。うまい。え、まったりとしていて、それでいてコクがあり、香ばしさと甘さが舌の上で花開く。まるでお口の中が花畑だぞ。やっぱモンスターって俺たちとは味覚が違うの？かもしれないな。というか、落ちている得体の知れないものを口に入れること自体ほとんどの人間はやらない。ビミビミ、心配しなくても、俺様はお前たちと違ってそんなやわな腹はしてねえんだぞ。もう、後で腹下して泣いても知らねえからな。さあ、気を取り直してこの魔法石を学園長に届けに行こう。